ギルドへようこそ。気をつけてな。落ち着いて進みましょう。それ今しかも貫くやつ。そこで拾った。そこにやそこにやつよ。貫く
それで、こ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 れで、
HP もヤバい感じになってきたわね。お姉ちゃん、そろそろ切り上げて帰らない？それが賢明ね。このままだと私たちの方が駆られちゃうもの。目と鼻の先にモンスターがポップするだなんて、私も全く何もできなかったわ。というか、この状況な、何よ。なんかすごく距離が近いよね。こんなに近いと今にもお姉ちゃんとキスしちゃいそうな。角度によってはしちゃってる。ちょっと何を言い出すのよ。っていうか、こんなところ誰かに見られてスクリーンショットでも撮られたら。私にとっては貴重な一枚かな、なんて。はあ、声に出てた。ごめんなさい、変な意味じゃなくて。たまには一緒に写真を撮ったりするのも、そのえ、そうね、確かに普段は一緒に写真なんてあまり撮らないけど。はい、今はダメ。あ、分かってるわ。でも今度また普通の写真なら一緒に撮ってくれる？別に普通の写真だったらいくらでも。ほら、いつまでも寝転がっていないで早く街に帰るわよ。了解よ、お姉ちゃん。なんだかすごくドキドキしちゃった。でも私ちょっぴり幸せだったかも。戻って一休みしよう。いらっしゃいませ。これでいい。お買い上げありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。ギルドへようこそ。達成だな、お疲れさん。気をつけてな。
にしつこくされて困ってるって言ってました。やめてもらえませんか。それからどうせ妹の私にも同じようなことを言いに来たんでしょうけど、これはツインテールじゃなくてツーサイドアップよ。ビクビク、怖いにゃ。まだ何も言ってないのに。え、あれ姫、また僕のそばから離れて。そういうおてんばなところも可愛いけど、で、これは一体何があったんだ。グスングスン、ミリア、姫は落ち込んでるにゃ。よしよししてほしいにゃ。ああ、こんなに怯えて。よしよし、僕が来たからには心配無用さ。姫をいじめているのは君か。嫌がらせはやめたまえ、通報するぞ。はあ、誤解もいいところですよ。そもそもですね、その人が私のお姉ちゃんに。ギリア、もういいのにゃ。姫、今日は落ちるにゃ。え、姫、今日はこれから登山デートの約束だったのに。あなたはいつも残酷に、そして無邪気に僕の愛を何度も試そうとする。いや、それより姫のことが心配だ。傷ついた彼女の心を癒せるのは僕だけ。姫が次にログインしていつもの場所へやってきた時には、贅を凝らした百花繚乱の花束でお迎えしなくてはね。それに心尽くしのプレゼントも。そうと決まれば早速おねだりされていたネックレスの素材を調達しに行くか。なんだったのよ一体。お姉ちゃん、今の人たちに絡まれてるのよね。大丈夫かしら。息抜きの息抜きって言うとここに来るようになっちゃったわね。やっぱり落ち着くわ。そうですね、あんまり人もいないですし。
再び収穫の時だ。さあ今度こそ。おお、アイテムランクレジェンド。この色、このツヤ、程よい大きさ、やはりナスはこうでなければ。噂によればこのアイテムを女神の祭壇に設置することで隠しボスとの戦闘が可能になるとか。これはハイゲーマーに爆売れ間違いなし。さあ早速売りに出すぞ。ネズミ、お前も手伝え。報酬は売り上げの 30% で頼むっちゅよ。売れない。全くと言っていいほど売れないっちゅ。話が違うっちゅよ、おばはん。なぜだ、なぜナスの良さがわからんのだ。素材になるわけでもなさそうっちゅし、多分隠しボスに挑めるようなプレイヤーがまだいないっちゅよ。不甲斐ないぞ、ゲーマーどもめ。しばしこのナスは寝かせるしかないか。ゲームの中ゆえに鮮度を気にしなくていいのは助かったな。現実では取れすぎて余ると相当きついっちゅからね。そんじゃ、おいらは適当なアイテムの転売に戻るっちゅよ。いたしましょう。お茶の豆知識のお時間です。本日の紅茶はニルギリですわ。同じ地方で採れるダージリンやアッサムが特に有名なので、紅茶をあまり飲まれない方には馴染みの薄いお茶かもしれませんわね。有名の方は知ってるけど、おにぎりは聞き慣れない名前だな。ニルギリですわ、ニルギリ。この紅茶は風味のバランスが良く、入れ方によって様々な飲み方ができますの。今は少し濃いめに入れてミルクでいただいていますけれど、ストレートでもすっきりさっぱりとしていて初心者にもおすすめできますわ。名前は上級者っぽいけど優しいお茶なんだね。以上、お茶の豆知識その2、私とベールがお届けしました。それでは良いティータイムを。お茶美味しかったよ。ごちそうさま。頼もう。世界樹の麓で神器を探すクエスト入ってる？確かにそういうクエストは届いているが、世界樹の麓って言ったらイアール樹海か。本当にあそこに行くのか。おお、最後の新規だけあってギルドの人も警戒モードだね。でもでも止められたって行くよ。何でも異常に活性化したモンスターが徘徊しているとか。まあ死なない程度に頑張りな。あんたらの幸運を祈ってるよ。ギルドがやけに騒がしくない？なんかあったの？ネプティオーナちゃん遅れてる。死神が出るってみんな噂してるのよ。お化け怖い、ブラブラ。死神？お化け？おい聞いたか？また出たらしいぜ。一人でダンジョンを歩いていたら例のボスに瞬殺されたって話だ。瞬殺？初心者が上級ダンジョンに突っ込んだだけじゃないの？それが今回は最初の山らしくてさ、どのダンジョンにいつ出没するのか今のところ全くわからないらしい。初見殺しのレイドボスでも実装されたのかしら。どんなやつなの？なんでもそいつは黒ずくめで目が赤く光っていて、見た目はまるで死神のようだとか。音もなく近づいてきて
気がついた時にはもう死んでるんだって。いや、やめてよ。これから素材取りに行こうと思ってたのに怖くなっちゃったじゃない。オカルト好きの私としてはちょっぴりそそられる話題ですな。まあ、プレイヤーを瞬殺してしまうようなとんでもない強敵がやはりこの世界にもいるんですのね。私、心がワクテ化してしまいますわ。でも、今までにそんな感じのボスはいなかったわよね。特定の条件下で解放されるサブイベントでもあるのかしら。全部ただの噂話でしょ。気にしない方がいいわ。気になるよ。そのうちどこかで遭遇できたらいいな。え、やだ、ブラブラ。ローマ、そんなにしがみつかなくても大丈夫よ。私たちの実力を見れば死神の方から逃げていくわ。そうそう、それに逃げ出したって私が追いかけて倒しちゃうんだから。でもまあ、とにかく今は新規だよね。クエスト受けたら出発しよっか。ギルドへようこそ。受注完了だ。頑張ってくれ。気をつけてな。ようこそ大聖堂へ。こちらでいいですか。祈りを捧げます。女神のご加護があらんことを。支援は任せて。うわー、あれが世界中？大きい。街からも見えるけど、近くで見るとすごい迫力だね。世界設定のテキストによると、この世界樹リーンベルデは女神が世界を創造した時地上で最初に作られたものだと言われているそうよ。やはりこの世界もここから魔法的なエネルギーが生み出されている設定なんですのよね。ここに最後の神器があるのね。女神様に会える時も刻一刻と近づいているはずだわ。ギルドの方の話によると、強敵が待ち構えているとのこと。皆さん、どうかお気を緩めませんよ。わかってるって。アイテムメッキ、やっ、クレイレイジー、クレイレイジー、そこ決める、やっ、そこ、そこ、はい、貫く、はぁ、やっ、そこ、出会い、やっ、やっ、そこ、これはごめんなさい、せいよ、せいよ、セール、そこね、決める。